ナミさん、こんばんは。メッセージの方ありがとうございますう。なんかこう、ゴールデンゲートブリッジではないんですけども、瀬戸大橋みたいなのがね、画像にかかっていて、ナミさんの綺麗な声がずっと聞こえておりました、えー。今回も動画を送っていただきまして、いろいろと気づくことがありましたね。まあ、車の件は、まあそうですよね。ナミさんならそういう感じだとは思います。あのー、私もなんかこうね、勘違いしてこの前きなことを送ってしまいまして、すいません。まあ、あれはね、私もね、受け売りみたいなところがあって、あのー、 トランザムを買った時に整備をお願いするためにあの車のショーに行ったんですよトランザム乗ってね。でいろいろと相談していくうちに、まあ、最初はアメ車とか特別な車だからぼったくられとった方がいいよみたいなこと言われてなんでやと思ったらやっぱりねアメ車は金がかかるもんだからケチ料だったらまともに相手してくれなくなるんだとかねって言われああそうなんだと思ってね。うん、で まあ、車の件があった時に、あ値引くだけじゃダメなんだな、っていうことをね、えーまあ、思いまして、まあ、それをちょっとね、えー、私の持っている普通のベルファイアとか、セルシオにもちょっと当てはめてみたかな、ってことだったんですよね。まあ、けど、ナミさんの場合は、新車の下取りとか、それから、あ、中古車の下取りとかね、新車の買い替えとか、車検とか、いろいろと、やり取りがあったと思いますんで、確かにね、ディーラーさんっていうか、 あの営業マンの方からいろいろ提案があったんでしょうね。はい、納得でございます。えー、聞いてみるとね、いろいろ分かるということで、私もちょっと恥ずかしい思い返しております。すいません。はい、そして、吉谷さんとの件ですけども、まさに、ナミさんと吉谷さんとの関係っていうのはね、相思相愛と言いますか、天すら見方するような、そんな巡り合わせなのかなと思います。でもなんか、ナミさん思い出しますよね。山口陸さんのスマホアプリツアーで、ツアーというかね、 のライブとかあのコミュニティでナミさんもね結構ね目立ってた方だったんですよで私もちょっとねあこの人はどういう人なんだろうかっていうふうに最初っから意識が回ってまして、まあ、というのがそのネットの世界インターネットを介して誰かに出会う誰かとやり取りするっていうことが非常に私新鮮で。 あこういうい風な世界があるんだと、まあ、なんか出会い系サイトは結構やってたんですけどもその出会い系サイトとはね全く違うなんかリアル感を感じたんですよね出会い系サイトも結局やり取りして会いましょうかってなったらまあ本人が来るんでねリアル感はあるんですけどもなんとなくどっかで急に途切れてしまう関係なんだろうなというふうにお互い思ったところもあったりとかねまあでもね出会い系サイトのこと言うとね結構ねあのうちに泊まりに来てもらったりね私の両親のいる家に当時住んでましたんで。 泊まりに来てもらったりとかあの一緒に旅行のねあの打ち合わせをしてディズニーランド行ったりとかねそれからあのお手紙文通をやり取りしたりとか贈り物が来たりとかなんか様々あったんですよね出会い系サイトも向こうにいるのはまあ普通の人ということで特に出会い系サイトのね黎明期だったんでどちらかというと業者とかねその売信目的の方っていうのはあんまりいなくて、まあ、私は普通に 昔の雑誌の文通コーナーみたいな感じで利用してたかなってことです、うん、すごく使いやすかったです。特に当時 PHS のね、あのー、なんですかね、PHS の京セラかなんかの会社があったじゃないですか、PHS を送り出してる会社があそこがあの監修してるところだったんで、本当に安心して入ってこれたかなっていうのと、結構審査も、審査ってことじゃないですけどね、なんか最初に携帯電話契約するときに PHS ですけども、まあ、個人情報とか入力する中で、 まあ割と振り分けがあったみたいでねうん、なかなか考えられていたなと思います。はい、すいません、出会い系サイトの話はいいですね。で、吉谷さんとのことですけども、まさに二人がね、スムーズに会えるように、まあ、運命が道を開けてくれたんじゃないかなというふうに感じるエピソードでした。まあ、これからもねあの、吉谷さんと、そして隅っこに私の方もね、仲間に入れていただいて、いい関係が作れていければなと思います。ますます仲良くやっていきたいですね。それからですね、 えー、タカさんのことですよね。気になる男、タカさん。ナ、え、ミ、ー、さんもやりとりが続いてると思いますし、私のもおかげさまで、えー、タカさんのね、あのー、スライドショーを見ながら、私なりにタカさんから学ぶことがあって、やっぱりね、誰からでも学べるなと思いました。どこからでも学べるなと思いました。スライドショー動画で YouTube 作成、これは確かに、私もちょっとね、やってみましたけども、タカさんとやりとりの中で。あ、なかなか。 やりやすいな面白いな指導しやすいなっていうことがありましたね、うん。ただまあ懸念点としては取り組みやすいものって飽和しやすいんですよね。でおそらく高さんっていうのはものすごくニッチな話題を取り扱ってそこに特化してスライドをずっとね徹底的にされていると思いますし、あの同じスライドで飽和するとしてもその元のネタがねものすごく切り込み具いがあるものでしたら。 参入兵器は高めるることとができるんじゃなないいかなと思いますよ、ねまあ私もね何と言いますかあの昔の打ち切りになったアニメとか昔のなんかねイエティじゃない,ないですけど都市伝説を掘り返していろんな説を出してみる都市伝説の何ですかスライドショーみたいなのをやってもいいかなとかねだ得意の,あの宇宙人ネタとかね UFO ネタとかをやってもいいかなって気がしますね。 アメリカ政府の陰謀を暴くみたいな感じででも今はねアメリカが UFO 情報を隠蔽してるっていうよりも中国政府が UFO 情報を隠蔽してるんじゃないかなという動きになってきましたなぜ中国は広いですからそこで墜落した UFO っていうのは結構あったと思いますしそれから宇宙人をかくまってるうちにねその宇宙人が繁殖して少数民族を作ってしまったとその少数民族の末裔がなんとかかんとかっていうところでそこをだから中国人民はそう共産党はね 隠蔽したいんだっていうね、そんな説もあったりとか、それからあの、今回流行った感染症がありますけども、あれも実は宇宙人との戦いの中で漏れ出した薬品か何かがね、あのそういう風になったんではないかなというね、都市伝説とか、様々あるわけですよ、これ。これがね、あんまりやるとね、また YouTube に、あの嘘を広めないでくださいって言ってから怒られそうなんでね、なかなかできないですけども。いやー、でも YouTube って本当に面白いもんですね。えー、それではまた。 ナミさんと楽しんでいきましょう。さよなら、さよなら、さよなら。どうもありがとうございました。